この動画ではパソコンから YouTube に動画をアップロードする方法をご説明します。ログインした状態で YouTube スタジオに移動します。チャンネルのダッシュボードが表示されている場合は右上のアップロードアイコンをクリックします。または作成アイコン、動画をアップロードの順にクリックします。次にアップロードする動画ファイルまたは複数のファイルを選択します。アップロードするファイルを選択後、アップロード画面は任意の時点で閉じることができます。動画は動画ページにドラフトとして保存されます。ここで動画のタイトル、説明文、サムネイルを追加するよう求められます。動画を再生リストに追加することもできます。また動画の視聴者層を設定する必要があります。その他のオプションをクリックするとその他の設定を確認できます。詳細情報追加後、次へをクリックします。YouTube パートナープログラムを通してチャンネルで収益化が有効になっている場合、次にこのセクションに進みます。それぞれの動画で収益化を有効または無効にすることができます。収益化を有効にした場合、広告設定を入力できます。操作が完了し、動画の初期処理が終わったら字幕、終了画面、カードなど様々な動画の要素を追加できます。続いて著作権に関する問題が起こる可能性や、収益化している場合は広告主に適したコンテンツであるかどうかを確認するチェックという画面が表示されます。この画面では動画を一般公開する前にこの動画に設けられる可能性のある制限を確認したり、問題になりそうなことを修正したりすることができます。次に公開設定で動画を一般公開としてすぐに公開するか、限定公開または非公開に設定するかを選択します。また指定した日時に動画を公開するようにスケジュールするか、機能を利用できる場合はプレミア公開として設定することもできます。次にすぐに動画を公開する場合は公開を、限定公開または非公開のままにする場合は完了をクリックします。また別の日時に動画を公開する場合はスケジュールをクリックするか、プレミア公開として設定します。次のチュートリアルもお楽しみに。